SVHS、SVHS、SVHS、スーパー VHS とは、家庭用ビデオ方式の VHS をより、高画質にするために開発された企画である、正式名称は、スーパー VHS。1987年、昭和62年に日本ビクター、現、JVC ケンウッドが発表し、同年4月には、その第1号機として、 HRS7000 が発売された。従来の VHS、ノーマル VHS では、画質の指標となる水平解像度が 240TV 本であり、VHS 第1号機が発表された1976年、昭和51年当時の一般的な家庭用テレビの水平解像度は 200TV 本程度ある。また、放送局で使われていた機材も、 さほど性能が良くなかった。このことから、VHS は当時としては十分なビデオ企画であったと言える。しかし1980年代半ば、NHKBS などの衛星放送がスタートし、高画質の放送が行われるようになった。また、従来通りの地上波においても、この頃になると、データカムなどの高性能な映像機器、多くの番組制作で活用されるようになり、 VHS の解像度を超える高画質録画に対応した規格が要求されるようになった。そこで開発された SVHS は、軌道信号の FM 信号帯域が VHS の 4.4MHz から 7.0MHz、白ピークと高帯域化され、標準3倍モードともに水平解像度 400TV 本以上を達成し、 民生期では初めて映像信号の鮮明な記録を実現させた。なお、色信号に関しては、帯域は VHS と変わらないが、これは従来 VHS と大幅に規格を変えないためのやむを得ない招致であった。ただこの規格内において、視覚的により美しい色に見えるように、新製品が発表されるたびに、信号処理などが改善が行われた。また、 軌道信号以外の規格を変更しなかったことで、後に SVHS の VHS 並みの画質での簡易再生、SQPEB 機能により対応できた。SVHS で録画した水平解像度については、録画した放送の水平解像度内で再生される。当時の地上アナログ放送では水平解像度330本。 BS アナログ放送でも350本程度であったが VHS 記録するよりも非常に高画質で記録することができることから映像の劣化を嫌うマニア層には愛好されることとなった。なお SVHS 企画が進化を発揮するのはカムコーダーでの録画や CG を使ったアニメーションビデオの制作等、またデジタルチューナーを使った地上デジタル放送や BS デジタル放送からの録画でも SD 標準画質であるが高画質を発揮できる。SVHS より若干遅れてベータ方式でも高画質規格、ED ベータが登場した。軌道信号の帯域拡大は SVHS よりも著しく最大級 3MHz 白ピークに達し水平解像度500本を確保。 またメタルテープを採用し高画質をアピールした。しかしながら介護換気である VHS の普及率の高かったことにより ED ベータは SVHS ほど普及しなかった。SVHS、ED ベータども2987年の段階でのテープ価格は2時間記録の ST-120 が3000円、L-500 が3500円と比較的高価格であったが S VHS テープは SVHS の本格普及により10本パック製品らも供給され、結果として1、10程度まで価格が低下したものの、ED、ベータテープの価格は S、VHS テープと比較すれば、価格下落も緩やかで家電量販店等でも比較的高価であった。SVHS や ED、ベータの規格は、地上アナログテレビジョン放送を録画するには、 過剰な性能であったが、高画質、高音質な衛星放送録画には適しているものであった。また ED ベータも色信号の帯域拡大を行っていない点では、SVHS と同等であり、新製品が数多く登場した SVHS では、ハイエンドモデルからデジタル TBC やデジタル3次元、Y、C 分離回路など最新技術の入りにより、 高画質対策がなされていたのに対し ED、ベータでは1990年代初頭以降これといった対策が行われず家電メーカー各社より多様な新製品投入で画質を向上させたいす。VHS の方が ED ベータ余画質でも上回っているという評価を下すビデオ雑誌評論家もあった。登場間もない頃はすべての VHS ビデオが SVHS 対応機に切り替わるという見方が多く、バブル経済による攻撃機もあって、映像編集などを趣味とする消費者、AV マニアを中心に販売が好調だ。しかし、SVHS 専用テープが必要であることや機器、そのものが高額であったこと、さらに一般消費者の多くが、VHS の画質でもさほど不満を持っていなかったこと、介護完成を確保しているにもかかわらずウエス。 VHS デッキでは v h s 録画、再生することができない等と SVHS に対し誤解する一般層が一部に存在していたこともあった SVHS ビデオソフトのタイトル数が揃わなかったことに加えて1991年平成3年のバブル崩壊による個人消費の落ち込みの影響もあって企業や学校などの業務用途、 前述のマニアなど一部のヘビーユーザーを除き SVHS 対応機の販売は好調なものではなかった。一方でカムコーダーにおいては画質において顕著な差が見られたこと、当時カムコーダー自体の低価格化が進んでいたことから、廉価な製品、過剰な機能を取り除いたり、マイクと記録方式をモノラールにするなどが登場したことによって VHS-C から SVHS-C への移行が順調に進んだ。ただし8ミリビデオ企画が1989年、ソニーのパスポートサイズ CCDT-R55 の発売で小型化が先行。SVHS 方式と同等の水平解像度400本を実現する高画質なハイ8方式も開発され、爆発的なヒットをしたことから、日立製作所、シャープ、東芝などが、 次々と8ミリビデオへ切り替えを進め、VHS-C、SVHS-C は次第に劣勢に立たされていった。一般消費者への SVHS の普及の兆しが再び訪れたのは1998年、平成10年の SVHS-ET 企画の登場以降である。この企画誕生の背景には長年にわたるテープの研究開発の結果、 普通の VHS テープの性能が向上し、HG、ハイグレードタイプに至っては、登場初期の S、VHS テープと比べても、性能的にほとんど差がなくなっていた、メーカー保証はないが、HG タイプの VHS テープで、DVHS のハイビジョン記録が可能な場合もある、点が挙げられる。さらにこの頃は、 地上アナログ VHS 機と地上アナログ SVHS 機の価格差も1万円ほどであり購入しやすくっていった。2000年代前半頃からランダムアクセス、高画質記録を実現した DVD レコーダーの普及や24時間以上の録画が1枚のメディア、電子媒体で可能、SDTV の場合が BD レコーダーの登場などの良しにより、 日本ビクター以外のメーカー各社はすでにデッキの生産を終了しており、最後まで生産していた日本ビクターも2008年、平成20年1月15日をもって民生用 SVHS 対応機器をすべて生終了し、21年の歴史に幕を下ろした最終機種は HRVT700、HRST700、HRV700、HRS700 HR HR の4機種。 業務用の SRMV50 についても生産終了している。なお、SVHS 機器の生産は終了したが、SQPB 機能を備えた VHS ビデオデッキは、BD レコーダーないしは DVD レコーダーとの一体型という形で生産が続いた。二千十二年二月十日にはパナソニックが VHS デッキの日本国内向け生産を二千十一年限りで、 完全終了した胸を公式発表したが、2012年5月1日、DX アンテナが VHS 一体型 DVD レコーダーの新製品をもて発売した。2016年6月時点では、これが日本国内で SVHS 簡易再生機能を有する唯一の生産継続機器であったが、2016年7月末に生産終了となった。 企画立ち上げ当初に出た製品は高画質を実現するために高価な部品が必要であり、必然的にデッキは高価格、巨大で重いものとなった。SVHS 記録がされたテープは、もともとは、ノーマル VHS デッキでは再生できなかったのだが、後に、ノーマル VHS デッキに S Q P B、SQPB、SVHS クワスイプラバックイコール SVHS カーに再生機能が搭載され、 VHS 方式よりあや高い水平解像度 280TV 本程度の画質ながら再生が可能になった。1990年、平成2年以降に日本国内で販売されているノーマル VHS デッキなら一部を除き、ほとんどの製品に SQPB が搭載されている。その SQPB の仕組みだが、ノーマル VHS デッキに SVHS 用のヘッドを搭載させ、 まずテープに記録されている映像信号を読み取る。そして内部の回路で VHS 方式と SVHS 方式の記録特性の違いを合わせるというものである。1990年代後半になるとデジタル TBC やデジタル3次元 YC 分離処理など高画質化のための IC チップによるデジタル化が進み画質を向上させつつ価格も下がり 本体も軽量化し、衛星放送の多チャンネル化と相まって普及を後押しした。また、IC チップによるデジタル化に伴い、高度な演算処理による色にじみの低減や、輪郭化補正による細部の再現性の向上など、可能になり、著しく記録状態の悪いテープの場合を除き、ノーマル VHS デッキで記録されたテープであっても、SVHS 記録に迫る。 改造館で再生できるようになった。SVHS デッキの長年の利用者は、SVHS で録画したテープを所有しているため、デッキ故障時の買い替え需要は少なからず存在すると見られ、そうした消費者が前日の業務用製品や中古品を買い求める場合がある。また、地上デジタルテレビジョン放送などのデジタル放送を録画する際に、 DVD レコーダーなどのデジタル機器で録画した場合は、コピーワンス信号の影響が避けれないが、SVHS ならそうした影響は、基本的には受けない利点はある。SVHS デッキには、オーディオ規格の Hi-Fi 音声が、ほとんどの機種、業務用とビデオカメラの一部を除くに搭載されており、鮮明なステレオ音声が楽しめる。なお、 この技術については1983年、昭和58年に開発されたため、すでに特許が消滅しており、VHS デッキを生産する海外のメーカーにも広く採用されている。また、SVHS 企画についても発表からすでに20年が経過しているので、基本特許は消滅している。1987年、昭和62年には、カムコーダ向けに、 s v h s 新規格が開発され、同規格を採用した第一号機として、日本ビクターから GRS-55 が発売された。アナログテレビ放送の前世の時代には、放送局で SVHS を利用するニーズのために、業務用のカメラやデッキなどが開発されている。SVHS-C は、当時、高画質を求めるアマチュアビデオカメラマンなどから広く、支持され、 デッキとともに普及した。後に、廉価な製品が登場したことと、カムコーダにおいては高画質規格のメリットが十分、発揮できるため、VHSC からの移行が進んだ。しかしながらハイ8規格のシェアには遠く及ばなかった。その後、DV や DVD などのメディア、ハードディスクや半導体メモリ、SD メモリーカードのデジタル方式で撮影する規格が登場し、現在では、 VHS-C や8ミリビデオともに家庭用カムコーナーとしての主役の座を譲り渡している。SVHS 規格の記録には通常の VHS テープより高品質な専用の SVHS テープを使用する。SVHS-ET 規格のデッキであれば通常の VHS テープにも録画可能であるがこの場合はハイグレード以上のテープを使用することが推奨されている。 SVHS テープには介護管制があり、SVHS 方式非対応のデッキであっても、通常の VHS 方式での記録が可能であり、画質、保存性にも有利であり、ハイ8方式非対応の 8mm デッキでハイ8テープを使うのは対照的であった。当初は高価だった SVHS テープも後に価格が1、10程度へ低下した。 VHS テープ自体の性能も向上し、カセットハーフに識別庫を開ければ、SVHS 保存、再生が可能となる。2012年、平成24年現在の時点において、太陽油電の参加である、ビクターアドバンストメディア、ビクター JVC ブランドが、標準録画時間120分のテープ、日本入りのみ、生産を続けていたが201年。 平成25年頃に販売終了となった。SVHS 規格では映像入出力端子として S 端子が採用された。現在ではポピュラーな端子ではあるが、この S 端子は SVHS 規格の誕生で初めて実用化されたものである。S 端子で接続した場合、テレビや他のデッキと接続した際の信号劣化の少ない鮮明な映像が楽しめる。 詳しくは S 端子の項目を参照されたい。この形状の端子は SVHS 規格の登場以降 SVHS 以外にも e d a や Hi-8 の機種をはじめ各種映像機器に搭載され始めた。また家庭用テレビゲーム機では任天堂が1990年平成2年に発売したスーパーファミコンで初めて採用された。現在では 高画質で映像を伝送できる端子として各メーカーがあらゆる映像機器に S 端子を実装している。過去にはシャープからコンポーネント映像入出力端子を搭載した製品も発売されていた BS アナログチューナーを搭載した VCES20 バイトと地上アナログチューナーのみの VCES2 の2機種。他にもシャープからは D1 映像出力端子を搭載した製品も発売されていた地上アナログチューナーのみの VCVS1 の1機種のみ。なお、薄型テレビの場合、発売当初はこれまでのブラウン管 TV 同様に S2、S1 映像入出力端子が標準装備されていたが、2005年、平成17年にケーブル1本のみで高画質、高音質の AV 信号を伝送かな。 HDMI、翌2006年、平成18年に、ビエラリンク等の HDMI 連動機能が各々、登場。接続、操作が大幅に簡略化されたことから番組録画は、HDMI 連動主体に移行し、S 端子の地位は徐々に低下していった。2000年代後半になると、モニター出力の S に、S1 映像端子を廃止する機種が出始め、2010年代に、 なると、モニター出力端子及び S2、S1 映像入力端子自体を全廃する機種も登場した。このため2011年、平成23年以降製造のデジタル TV と従来型 SVHS、DVHS、WVHS 各ビデオデッキとの組み合わせでは、映像入出力はコンポジットタイプを用いるため、なお、コンポーネント D 端子、 HDMI 端子を装備している機種も存在する画質が汎用型 VHS デッキと変わらなくなり、さらにアナログチューナーのみ搭載の従来型録画機によるデジタル放送録はできなくなっている。さらに極端に安価な薄型テレビでは AV ケーブル、コンポジット入力も全廃させ、HDMI のみになりもはや VHS 機の直接接続は不可能にもなりつつある。 平成20年代以降の現在は、日本国内全メーカーが SVHS デッキ生産を終了。SVHS ET で録画する際は、ハイグレード、HG タイプのテープを使用し、再生、特に EP は録画したデッキで行うことが原則である。スタンダードタイプのテープを使用した場合、再生画面にノイズが発生する、反転ノイズと呼ばれる。 保持力の低いテープ使用時に発生しやすい。SVHSET が策定される以前の SVHS デッキ及び SQPB 対応の VHS デッキでは一部再生できない機種があるので注意が必要。一部機種に搭載されている5倍モードでは SVHSET 録画ができない。いずれもメーカー好評分楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。